らせと悪い知らせがあるけど、どっちを先に聞きたい？なあ、おいらが悪かった。謝るから起きてくれよ。じゃあまず悪い知らせからな。実はこの島で何か事件が起こったみたいなんだ。で、いい知らせは、昨日の心配していたこととはほとんど関係ないようで、今は別の問題に直面しているんだ。お、目が覚めたらしいぞ。早く見に来い。怖がらせるなよ。こいつも他の連中と変わらないと思うぜ。人間なんて脆いもんさ。いや、気分はどうだ？体調はいいのか？ご覧の通り、船が喋るんだ。逃げるなよ。哀れなやつだぜ。俺たちが話すのを聞いただけでこんなにビビるなんてな。それもしょうがないこと。人間は俺たちみたいなやつが喋るところを普段は目にせんからな。待てよ、お前ら元から喋れたのか？そりゃもちろん。喋れないと同族とも会話できないじゃん。つまりオイラたちが突然理解できるようになったってことか？変だぞ。それか急に賢くなったのかもな。おめでとさ。おや、起きたんですね。もうお日様の光がギラギラしていますよ。戻ってきたのか。ふむ、景色も綺麗で天気も良い。旅のおかげで気分が癒されたでござるよ。すべてが順調でございますね。島の一部おかしなところを除けばですが。暗黒の眷属が降臨した。これぞ幽夜浄土が世に帰還する前兆だわ。皆の者、喜びなさい。お嬢様はこんなこと見たこともないし、こんな展開になるとは思ってもいなかったとおっしゃっています。そんな意味じゃなかっただろう。ああ、これは僭越でした。今の発言は私自身の感想として受け止めてくださいますよう。昨晩からおそらく島のみに普段は見られない奇妙な光景が広がり始めたのでござる。ええ、水中を泳ぐ鳥に空飛ぶリス、そして天には時を同じくして太陽と月が昇る、そういったことがたくさん。ちらっと見える風景だけでもなんとなく違和感があります。島で奇妙な羽音が聞こえたのに、あたいの周りには空飛ぶ生き物なんていなかったんだ。うむ、それに水音や草花の香りも。この島にはたくさんの植物があるが、この香りはそのどれとも異なる。多分肉眼では見えない何かだと思う。占ってみましたが、水占の番は混沌としていてとても解読できません。なんだか嫌な予感がするぞ。まさかオイラたち面倒ごとに巻き込まれたりしてないよな。この地に幽夜浄土を呼ぶと決意したのに、こんなに奇妙な光景が広がるなんて。まさか罪深き者が私を阻んでいるの？なあ、もしかしてこの島を改造した奴らの仕業じゃないのか？でもこんなことする動機がないよな。はは、見てよ兄貴、死ぬほど怖がってるみてえだぞ。そりゃそうだろう。誰でも奇妙な出来事にあったら驚くさ。俺はいろんな海域を経験してきたベテランだ。たくさんの船乗りに声をかけてみたが、誰も反応してくれなかった。うんうん、こんな環境じゃなかったら人間が俺たちと言葉を交わすなんて想像もできないよな。こんな環境ってどんな環境だ？環境、もしかして
環境の変化が私の占い結果を左右した。そんなこと言われても夢が現実になるわけないだろ。船とリスの言葉が急にわかるのもありえ。わあ、どうしたんだ。あれ、あれを見ろ。幻覚？いや、幻覚にしてはあまりにも真に迫りすぎていた。一瞬で通り過ぎましたが、先ほどの奇妙な光景と全く同じでした。まさか本当に幽夜浄土がこの世に存在するなんて。ええ、しないのか。あ、うん、うん、ざれ言よ。幽夜浄土は私の予言通り降臨した。諸君、これこそが新たな黙示録だわ。その通りです。皆様、奇跡を目の当たりにし、創造の瞬間に敬意を表する時が来ましたぞ。万歳。幽夜浄土へようこそ。あいつなんだか本当に嬉しそうだな。水を刺さないでおこうぜ。全く驚かないとは。さすがは冒険者、いろんなものを見てきたんですね。これが幻覚でないのなら行って調査すべきでござる。一つ方法を思いついたぜ。ちょっと刺激を与えてみて、痛かったら目が覚めるはずだろ。うむ、一理あるかもしれぬ。そうだろ。さあカズハ、あたいの顔面に一発かませ。え、そんなわけにはいかぬ。深淵殿、拙者が一発受けよう。でもあたいのパンチは痛いぞ。それよりもこうしようぜ。オイラたちに任せるんだ。おい旅人、オイラにパンチさせてくれるか。お前たちは面白いな。幻覚だと。人間にとっては俺たちの声が聞こえるというだけで幻覚なのか。兄貴も知ってるはずだろ。人間は大人になるといろんなことを忘れ、いろんな能力を失うらしいぜ。そうか、それはもったいないな。今日のようなことで笑うなどと、艦隊で働いていた頃は想像もできなかった。おいみんな、気になるところに行ってみたいとは思わないか。もちろんだぞ。でもどうしたら行けるんだ。ほら見ろ。何をですか。もちろん俺を。おっと、自己紹介を忘れていたな。俺はこの海域で最も賢く最も器用な船だ。名前は好きに呼んでいいぞ。名前がないのか。名前などもう忘れてしまった。覚えているのは稲妻から来たということだけさ。そうか。じゃあお前のことお肉丸って呼んでもいいか。稲妻の名前はなんとか丸が多いからな。お肉丸？かまわんぞ。俺に出会えたお前たちは運がいい。俺はどんな嵐でも乗り越えられるし、どんな波も俺の相手じゃない。だから乗りな。行きたいところに連れて行ってやる。やれやれ、兄貴はいいやつだな。俺たちをここに放り込んだ風神とはまるで大違いだぜ。モンドの風神のことさ、
知らなかったのか。この島々の中には昔モンドの山頂だったやつがある。当時風神は地形を整えるために山頂を切り落としてそいつを丸ごと海に投げ捨てたんだ。俺のひーひーひーもう何代前かわからねえじいちゃんは山頂と一緒にここまで投げられたのさ。あの風神め。そんなことがあったなんてそれ以来俺たち一族は代々ここに住んでる。幸い他にもいくつかリスの巣が投げられてきてたから俺たちはここで王国を築いたんだ。メリットは天敵がいないから島のナッツが全部俺たちのものになること。デメリットは他のどこにも行けないこと。まさか夕夜浄土がリスの帝国だったなんてな。無礼者。パイモン殿、でたらめをおっしゃってはいけませんよ。夕夜浄土は夜ガラスの国、これは常識でございます。おい、そこの稲妻のあんちゃん、俺たち同郷同士だろ。稲妻の男なら海に出る勇気がないといかん。ついてくるか。海に出るというのは故郷を遠く離れ遥かな土地に向かうことでござるか。そうだ、ありったけの勇気とちょっとした決心が必要だ。二度と帰れなくなるかもしれないが、旅立たねば世界はいつまでも己の心の中だけだ。ふむ、鬼くまれ、お主の言うことはとても正しい。それを聞いてついていかねば男が廃るでござる。皆も来るか。拙者は先ほどの異常現象が起きた島に行くつもりであるが、彼からは船の匂いがする。古き木材、水を遮る漆、まさに稲妻の匂いだ。それゆえ拙者は彼のことを信じる。ほう、みんなはどう思いますか。オズ、私のためにはしごを設置して。断罪の控除、出航よ。一緒に行ってみんなで見識を広めようぜ。面白い。じゃ早速出発だ。くれぐれも気をつけて。ミナノ州、いい根性ではないか。勇気のある若者は嫌いじゃないぞ。いつからここにいるのだ。これが初めてではなかったのか。それは興味深い。もうすぐだ。荷物を準備しろ。降りるときは足元に気をつけて。ミラ、あそこに何かあるぞ。あれは…ミナ、近づいてみるぞ。なんと…この地で相まみえようとは。これって盆栽だよな。渋いお盆だけど中身はあまり手入れされてなさそうだ。これは我が一族に代々伝わる盆栽であった。以前天領奉行の倉庫で見たが、それとは様子が違う。その時はとうの昔に枯れた植物だけが植わっていた。もう枯れていたのにどうしてお盆に残されていたんですか。きっと盆栽の中に秘密があるという暗示だったのであろう。盆栽の底には拙者の一族の古き秘密に関する手紙があったのでござる。手紙を読み終えた後は盆栽を倉庫に残していったのだが、誰が植物を片付け、そしてなぜここに置いたのか、
つまりご先祖様が残した骨董品なんだろう。何もなしで置いてあるだけなんてちょっともったいないぜ。そうだ、カズハ、これで何か作ってみねえか。うむ。なぜここに現れたのかはまだわからぬが、試してみる価値はある。やっぱりそう単純じゃないよな。え、そういえばみんないるのにカズハだけがいないのか。おーい、カズハ、大丈夫か。どこにいるんだ。返事がないみたいだな。歩きながら探してみようぜ。この配置、まるで豪邸のような感じですね。もしかするとここは危険な迷宮ではなく誰かの家なのかもしれません。面白い。ここの秘密、皇女の名において解き明かしてみせるわ。どうやらこれはカズハの父ちゃんが書いた手紙みたいだな。あいつの一族は代々盆栽を育てる習慣があったんだ。それにしてもカズハの父ちゃんのノートが見られるなんてレアだよな。カズハが旅の途中で書いた手紙みてえだ。とても悲しい手紙でした。カズハ殿、俗世に身を置きながら山水に思いを馳せる。我が楓原家はこうして代々受け継がれてきた。この家もいずれそなたに託すのだ、カズハ。その時が来たら初心を忘れるでないぞ。誰か年寄りが我が楓原家はって言ってたぜ。口ぶりからして彼のおじいさんかもしれません。カズハ、よく聞きなさい。楓原家の刀は人を傷つけるために作られたのではない。父上、
何を作っているのでござるか。ははこれは異国の見聞を記録する築山だ。後ほどこれを盆栽に入れておく。ここ数年は責務で忙しく、孫のそばにいてやれる時間もなかった。和葉は拙者の真似などせず、長じて後は己の目で世界を見ることにより時間をかけてくれればいいのだが。もう一人の声は和葉殿のお父上でしょうか。ほう、なるほど。すべては和葉殿の思い出ということね。ここにいたのか。うむ、皆こそ今までいずこに。ここは迷宮なんだ。オイラたち全員この迷宮に閉じ込められてたんだけど、和葉だけいなかったんだぜ。拙者はずっとこの部屋にいたが、出ることができなかったのでござる。それにここは子供の頃住んでいた屋敷の寝室によく似ている。ここはお前の家だろ。なのになんでお前が閉じ込められるんだ。あ、もしかして迷宮はお前を中に入れたくないのか。どうやらこの迷宮全体はうちの屋敷をモチーフに作られたようでござる。迷宮の声もすべて父や祖父が拙者に話してくれた言葉。拙者を中に入れたくない。ふむ、確かに探索に参加できないのは拙者のみであるな。この不思議な建物は元凶のはずだと思いますよ。今の和葉さんの話からすると、これは和葉さんの経験をもとに作られたものです。なぜ和葉殿だけが拒絶されたの。おそらくこの状況は拙者自身によるものかもしれぬ。拙者にとって過去などもう過ぎたこと。天地万物にはそれぞれの法則がある。人は過去の道を歩むことはできないのでござる。このような考えを持つゆえに元凶は拙者を入れてくれないのであろう。なんとなくわかるぜ。前向きな考えだな。考えは相応の結果に結びつく。とにかく拙者は気にしておらぬから心配せずともよい。ふむ、先ほどは盆栽に触れたことでこの空間に入った。そうであったな。ならばもう一度触れてみれば。出たぞ。見ろよ、あの山丸ごと変わっちまったぜ。待ってくれ。みんな、一つ考えがあるのだが、この元凶の変化は盆栽と関連があるのではないだろうか。この時期のお盆はもともと曽祖父の収集品だったと父から聞いたことがある。曽祖父は盆栽や盆景が好きで、よく庭で手入れをしていたと聞いた。その後例の一件が起き、祖父は一家を再興する方法を探して故郷を後にしたのだ。ちょうどあの頃曽祖父は大病を患った。曽祖父は祖父が盆栽に興味がないことを知っていた。曽祖父は最後の時、丁寧に手入れした盆栽のほとんどを他人に譲り、この盆栽だけを残したのでござる。それって秘密の書かれたあの手紙を残すためだよな。さよう。それに一種の記念でもあったのだろう。祖父が駆けつけた時には曽祖父はすでに亡き人となっていた。最後を見届けることすらできなかったのでござる。それから祖父はよく盆景の前で呆然と立ちすくんでいることが多くなった。それをきっかけに
祖父も盆景を作るようになったのでござる。しかし曽祖父とは違い、祖父が好んだのはお盆に草木ではなく石を配置する盆景であった。祖父の影響を受けてか父もその趣味を受け継いだ。当時屋敷の庭にはいろいろな盆景が置かれていたでござる。この時期のお盆も家宝として拙者に受け継がれたもの、それがここに現れ、さらに元凶の入り口となった。偶然とは思えぬ。まるで拙者に心残りを埋める機会を与えてくれているようでござる。拙者は稲妻の出身で、拙者の家系楓原家は世が世なら名門士族とも言える一族であった。しかし雷電五花殿の一件で楓原家は衰退の一途をたどった。拙者の代にはもう没落していたのでござる。その後指名手配された拙者は稲妻から逃げ出した。誰もいなくなり、楓原家に残されたものはこの屋敷のみであったが、この盆栽も屋敷にあった他のものと共に幕府に押収されてしまった。叶うなら拙者も先祖のように家宝の器でこれまで巡ってきた名山昇仙の盆景を作ってみたいと思っていた。このお盆の上にあるものが元凶に影響を与えるのであれば、少し手細工をしてみたいのでござる。ふむ、曽祖父の好んだ植物の盆景にするか、それとも祖父や父が好きだった山石系の盆景にするか。やはり山石の方が拙者に合っているようでござる。盆景を作るためには何が必要なんだ？ふむ、道具と装飾用に加工できるような石があるとよかろう。わかった、一緒に探しに行こうぜ。運に任せてやってみろよ。盆景はここにあるんだし、それに関係するものだってそんなに離れたところにはないはずだ。確かにそうね、カズハ殿、心ゆくまで探すといいわ。私も進化を率いてあなたに同行し、失われた秘宝探しに協力するから。みんな、かたじけない。じゃが、属性とはいつまでも変わらぬ。前回と同じく、カズハ殿だけがいませんな。よし、ここはあたいたちに任せとけ。これでよし。カズハ、ちょうどいいところに来てくれた。見ろ、この石をどう思う？精巧で趣深いでござる。これは本にあった山の景色なのだ。異国には雲の中にそびえ立つような名のある山がたくさんある。機会があれば外に出て見てみたいものだな。父上にその気さえあればいつでもお行きになれよう。そんなことを言ってはならぬ。この父は楓原家の現当主だ。今や楓原家は衰退したが、やるべきことは昔と一つも変わらぬのだ。ただそうだな、このように父上の道を貫き没落した家に全てを捧げることに果たして意味はあるのであろうか。父上、拙者には分かりません。カズハ、一つだけ覚えておいてくれ。家族は大切なものであるが、夢縛られてはならぬ。人のため家はあるのだ。己が楽しく暮らせねば
家族を幸せにすることもできまいよ。過去の一件は家に大きな影響を与えたが、それは子孫にまで負わせねばならぬような重荷ではない。もしいつかそなたが退屈な人生に会いたら、全てを置いて外に出なさい。生活に縛られるな。愛、わかった。ご孔明は金がね、今日は楓原殿にお会いするために参った。お手合わせ願う。お主のような武士と戦えるとは、カズハも光栄に思うことであろう。カズハ、しかと備えよ。風を知れ、風の流れる方へ。拙者には消せぬ。カズハ、約束を忘れたのか。本当に全てを諦めるのでござるか。確かに今は大変な時ではあるが、父上には拙者がいるであろう。拙者は何の役にも立たぬのか。確かに父上ならば、拙者の年にはすでにおじい様のお力になっておられただろう。拙者が無能なあまり父上を失望させたのでござるか。それとも、カズハ。そなたにそのようなことで己を責めさせるとは、父として失格だ。楓原家は過去の過ちのためにあまりにも多くの代償を支払った。そしてついにそなたのひいおじい様の代から今に至るまで、この限りを抜け出せなかった。刀鍛冶は我が一族の責務であるが、家業だけがお主の全てではないのだ。それは忘れてくれるな。怪我をした獣が罠から抜けようとすれば、挟まれた後ろ足を切り捨てる苦痛に耐えねばならぬ。もしそれを損と思うならば、罠を離れずともよいが、おそらくそれはより致命的な結果を招くであろう。もうよいのだ、カズハ。当主でありながら一族を復興できず、そなたに名門士族の若君としての暮らしを与えてやれなかった。なのにそなたは拙者を責めぬ。父はもうそれだけで十分なのだ。何世代にもわたった苦痛は今日で終わりにしよう。これからは重荷を下ろして生きてゆくのだ。家業を捨てる悪名はこの父が背負えばよい。父上、やめてくれ。当主としての能力がないなどという悪名を父上が背負うべきではござらぬ。それにもしその日が本当に来たら、拙者も矢面に立つ。しばし待たれよ。楓原家はいずれ拙者が継ぐのでござろう。その時になれば拙者が片付ければよい。おい、俺様と勝負しようぜ。あ、返事がねえな。まさかビビってんのか。お主らごときが楓原家を相手取る資格はない。
楓原家は衰退してしまった。カズハの声だ。はっ。し。あや、違う。見た目はそんなに違わないけど、オイラたちの声が聞こえてないみたいだな。こいつは多分ただの幻影で、オイラたちと一緒に来たカズハじゃないんだ。もし拙者がもっと優れた武芸を有していれば、きっと父上の力になれたであろうに。はあ、ならぬな。家のことで頭がいっぱいで、またうっかりやってしまった。春の野に霞たなびき裏がなし、この夕陰にうぐいす泣くの。できぬと知りながらなそうとされているが、それでも行き詰まっておられたことはない。それが父上。やっぱりまたここに閉じ込められてたんだな。これも法則によるものかもしれぬな。オイラたちまた元凶の迷宮に入ってしまってたんだ。でも今回はなんだか前回とちょっと違ったような気がするけど。人気はすっかり減り、調度品も昔のような華麗さではなかったと。ふむ、無理からぬことだ。お主らが見たのはおそらく衰退の一途をたどる楓原家でござろう。でも元凶の中のカズハはなんだかまるで影みたいだった。とにかく今のお前とはちょっと違うんだ。それには私も同意するわ。今のカズハ殿と比べれば、あの幻影は多くの迷いを抱え、重い運命に悩んでおられるようでしたな。確かに重い運命を背負っていました。それは今の拙者が成長したということ。皆に未熟な己を見られようとは恥じるばかりでござる。稲妻を離れてから拙者は長く各地を流浪していた。しかしそれは悪いことばかりでもござらん。そのおかげで成長できたのだ。昔の自分に会えればよかったのであるが、今の拙者を見ればあの頃の拙者にもきっと分かった。人生の道のりは長い。それゆえ拙者は旅に出るのでござる。拙者の思っていた通り、元凶の鍵は盆景でござる。それじゃあ築山探しを続けようぜ。
落した貴族の家はこうなってしまうのね。あちこち壊れている上、誰もいません。すでに家は終焉を迎えたのでしょう。行こうぜ。若様、私たちは最後の資本人なのですよ。本当に皆を追い出されるのですか？誰が。心配せずとも、自分の世話くらいできる。まだお小さい頃に奥様が亡くなられ、今は旦那様まで。残されたのは若様ただお一人。もうこれが最後になると。楓原家はついに。拙者の代で解体してしまった。だが父上の言う通り、生活に縛られてはならぬ。かような放浪の身が拙者には合っているのよ。神の目は神の視線から来ているそうだ。ああ、俺も持っている。だが、神の眼差しを向けられるのは、必ずしもいいことばかりじゃないよな。かもしれぬ。家を離れてからというもの、稲妻のさまざまな場所を訪れ、見識を広めてきた。貧しい旅ではあったが、雨土を住処とし、万物を私有としたことは、実に趣あるものであった。メガリレーである。神の目を持つ者はおとなしく渡せ。おい、こっちだ、急げ。行こう。
いざ。訳など聞かずとも、メガリレーに抗う者たちの気持ちはわかる。願いは我々の心に隠された最も純粋な力、失ってはならぬ。この件はわかるかい？律令。やむを得ない時が来ればここを立つでござる。将軍様は御前試合をされている。関係者以外立ち入り禁止だ。待て、こいつ神の目を持っているぞ。こいつを捕まえろ。逃がすな。ジョック、律令。風を知れ。雨描きがたし。し。ジョック、呪言。はい。風の赴くままに。ジョック、律令。ジョック、古賀奥義。風の無駄、雲の行くごと。風を知れ。と。かつて自分に問うた。善と多難な流浪の旅になると承知で、それでも行くべきか、いずこへ、そしていかにして。いざ。呪言、律令。呪言。雨描きがたし。風だ。風の行く先を。そこだ。し、せい。行こう。いざ行こう。律令。ジョック。左右流行。この剣はわ。逃げようなんて思わないでよね。一緒に遊ぼうよ。お前が楓原か。早く船に乗り込め。送ってやるよ。お主、どうして拙者を助ける。
拙者はお尋ね者でござるぞ。そらもちろんしゃぶぎお前を稲妻から無事に送り出すようにって金を出した人がいるからさ。ただ周りがしてやれることには限りがあるから、あとは自分で頑張ってもらわないとな。祖父は生前リーユエを観光し、父は本でモンドの景色を読んだ。拙者はどこへ行くべきであろう。空が陰った。降りそうでござるな。この雨が止むときは来るのであろうか。おい止まれ、抵抗すると痛い目に遭うぞ。そうか。チョック。サイ。風の赴くままにもみ違おう。散らまく惜しみ。立流チョック。風だ。風を知れ。はっ。立流チョック。歌よ錦となれ。風の行く先よ、そこだ。風が見た雲の行くごと。呪言立流チョック。おい、あんた大丈夫か。こっちに避難するか。海賊か。はっ、そう、海賊さ。来るかどうかは自分で決めろ。呪言。よっ。え、地上聖号だぞ。見ろ、カズハがあそこにいるぜ。カズハ、見つけたぞ。ちょうどいいところに来てくれた。拙者は今までの人生を振り返ったところでござる。楓原家の盆景をどう思う。そうでござるな。この元凶はとても興味深いですね。演劇のようなシーンは回数を重ねるたびにより特別なものになって心に響きます。先生術師は皆見識が広いでござるな。お主にそう言ってもらえるならば、この元凶にも存在する価値があろう。ねえあなた、ご機嫌いかが。お嬢様はカズハ殿にあまり落ち込みすぎないようにとおっしゃっています。こんな経験を振り返るのなんて楽しいはずないよな。そうでござるな。皆の気遣いに感謝する。だが拙者にとってはどれも過ぎたことでござるよ。盆景を目にした瞬間、この可能性に思い至ったのだ。拙者はお主らを待っていたのだと。だからこそ拙者だけが終点に残されたのやもしれぬ。あの時期のお盆には枯れた植物が植わっているはずであった。しかしここのお盆に枯れた木はない。お主らのいない間に拙者はいろいろと考え、やっと気づいた。ここは拙者の元凶でござる。盆景に何もないということは、これは拙者の心境であるということ。心が情であれば天地万物が皆情なり、心が空であれば天地万物が皆空なり。情と空、それが拙者の今の心境なのでござるよ。ただそれが心残りであると言えぬわけでもない。心にどこか穴が開いていることも空と言えるのだ。それゆえこの盆景は拙者の幻想に現れ、願いを叶える機会を与えてくれたのでござる。
しかし拙者の心の底にも自分だけの盆景を作りたいという願いがあったとは。これで楓原家の伝統を真に受け継いだと言えよう。じゃあ和葉がやりたかったことは全部できたんだよな。ふむ、そう言えなくもない。お主らは過去の拙者を見て共に別れを告げてくれた。そして拙者にまつわる全てを見届けてくれたことで、ようやくそれは真実、歴史となったのだ。人生で最も大切なのは他者との絆。決して自分を責めることではござらん。過去にとらわれる人には未来はないのでござる。拙者はここまで歩んできたから、この先も歩んでいける。皆にもそう信じてもらいたいのだ。これからもよろしく頼む。拙者は雨の中を急ぐことが多く、雨水に視界を奪われては前が見えなくなることが多々あった。ある日ついに山頂にたどり着いた。足元には雲があり、耳元では風が吹いていた。まことに高き山、まことに澄んだ心、無我無根無念無我。旅に出よう。拙者は風だ。いかに長き道にも出会いはある。人生は続く。至る所に故郷はあるのだ。みんなも疲れたよな。今日は早く寝た方がいいぞ。お、どうしました？顔色が悪いですが。なんでもないわ。少し疲れを感じただけ。今日の旅に疲れ果ててしまったのでしょう。お嬢様、大丈夫ですか？オズ、余計なことを言わないで。失礼いたしました。ん？あんたら疲れたんならしばらく休めよ。あたいは食料を探しに行くから、体力が残ってるやつは一緒に来い。拙者が行こう。私も手伝います。みんなこんなに積極的なんだし、オイラたちも行こうぜ。そんなに大人数はいらないぜ。それに皇女殿下が少し落ち込んでるみてえだ。モナ、あんたは彼女のことをよく知ってるだろ。散歩に付き合ってやったらどうだ？気づいていましたか。食べ物の準備をしながらその話をしようと思っていたんです。だったら私に任せてください。よし、それじゃあ食べ物の準備はあたいたちに任せろ。これだけあれば十分だな。後で焼いて食べようぜ。もし次に人のいねえ拠点を見つけたら、鍋がないか探そうぜ。鍋があればちゃんとした料理が作れるしな。すごい心配りだぞ。信玄は料理人じゃないのに人の世話をするのが得意なんだな。へへ、あたいはできることをやっただけさ。褒めすぎなんだよ。信玄殿は市長正号の皆にも認められた良い仲間でござる。おう、オイラたちにとってはカズハも頼もしい仲間だぞ。その通りさ。ふむ、ならば頼もしい仲間として皆と話したいことがあるのだが、
お主らの話を聞いた限り、今日の不思議な元凶は楓原和葉のこれまでの人生をもとに作られたものであった。まるで拙者の夢のように。和葉、あんたはずっと自分だけの盆景を作りたかったんだろう。うん。そして拙者の願いは叶ったか。しかし拙者がこのような状況になったということは、皆にもその可能性があるということではなかろうか。あたいもだ。ただ次の場所が誰の元凶かはわからないけどな。そう考えるとあたいもあんな夢を見てみたくなったぜ。お前、あんな元凶が欲しいのか。もしあたいにあんな領域があるなら、きっと音楽に関係するやつだろ。そしたら腕を震えるぜ。もしかして急に演奏を始めたりするんじゃないか。それは当たり前だろ。音楽をやるやつなら誰でも、この群島の美しい景色を見れば音楽を奏でたいって思うに決まってる。なんて楽観的でたくましい心なんだ。おいらちょっと感服したぞ。あ、そうだ、旅人、崖に生えてる果物を食べたいんだけど、一緒に取りに行ってくれないか。風を知れ。今日の変わった建物と元凶の盆景、とにかくあの変な出来事、このこと元凶野郎に教えた方がいいよな。返事はない。おかしいな、なんで返事してくれないんだ。元凶野郎のやつ、またぼーっとしちゃってるのか。それとも演奏してる間は爆弾を持ち歩いてないのか。あ、もしかすると酔っ払って木の下で居眠りしてたりして。おかしいぞ。でも仕方ない、また明日連絡してみようぜ。旅人、それにパイモン、ここにいましたか。モナだ。フィッシュルとの話は終わったか。まあ一応は。彼女はちょっと憂鬱なんです。多分今日見た元凶のせいかもしれません。フィッシュルは今回の旅に積極的です。でも自分の元凶を見たくないんじゃないかなと思いますよ。なんで？あいつこういうことに憧れてるんじゃないのか。まだ結論は出せませんが、とにかく気にかけておきます。私が言いたかったのは別のことです。先ほど海辺でもう一度ここを占ってみました。水裏の番は今回も濁っていましたが、前回と違って何らかの力を感じられました。1までは分かりませんが、だんだん変化してきているような感じがします。見えないのにどうやって感じるんだよ。素人にどう説明すれば。あ、例えば部屋のどこかに隙間が空いていたとしましょう。1は分かりませんが、風がそこから入ってくるんです。すると部屋の温度もどんどん下がっていくでしょ。おお、そう言われるとなんとなく分かった気がするぞ。その亀裂がどこにあるのか探したいんだな。そうですね。これからの方針を決めるには、まずその亀裂を見つけないといけません。あなたと一緒にいるといつもこんな状況になりますね。占い、謎を解き、目標を特定して問題を解決する。あなたは数多くの友人と秘密、そして運命に囲まれています。本当に不思議な人ですね。そういえばレイナルトの件もモナとフィッシュルと一緒に解決したんだったな。
まあそれはそうですが、今回も手を組んで早く問題を解決できるといいですね。手を組むってお前たち二人でか、それともオイラたち三人ではいはい、パイモンを仲間外れにはしませんよ。あなたは時々独特で鋭い角度から問題を見てくれるので頼もしいです。本当か？お前のことなんだか好きになってきたぞ。天才もな。そうでしょ？私のように頭が切れて魅力にあふれる先生術師はこの世に二人と存在しませんから。何でもいいけど、そのフィッシュルみたいに笑わないでくれるか。コホン、すみません、長く一緒にいすぎて友人に影響されてしまいました。とにかく引き続き星を観測してみます。旅人、これからもよろしくお願いしますよ。やっぱり猫に近寄りすぎちゃいけない。屋上で待とう。